ソニー・スティット、ソニー・スティット、ソニー・ステッドことエドワード・スティット、エドワード・ステッド、1924年2月2日、ボストン1982年7月22日ワシントン DC は、ビバップ機及びハードバップ機に活躍した、アメリカ合衆国のジャズ・サクス本奏者、チャーリー・パーカーの最も優れた弟子とみなされており、ブルースやスカイラーク、 スカイラークのようなバラードによってとりわけ深い感銘を与えた。同世代の他のサクソフォン奏者に比べると資料に特に恵まれた一人であり、生前に100点以上の録音を残した。スティットの演奏は、最初はチャーリー・パーカーやレスター・ヤングに大きく触発されていたが、ゆくゆくは自身の演奏様式を繰り広げ、今度は自分がジョンホルトレーンを感化することとなった。 アメリカ在住のドイツ人ジャズ評論家、ダン・モルゲン・シテルン、ダン・モーゲンスターンは、スティットの悪なき演奏旅行とジャズへの献身を表して、一匹狼、とのあだ名を献上している。マサチューセッツ州は、ボストンに生まれ、ミシガン州の詐欺脳に育つ。家庭の環境は、音楽的であり、父親は、大学の音楽教授で、母親は、ピアノ教師。 兄弟もクラシック音楽の教育を受けたピアニースであった。1943年に初めてチャーリー・パーカーと出会う。後にスティットが10回したところによると、二人は互いの演奏スタイルが非常に似通っていることを認め合ったという。このような類似が見られたのも、スティットが模倣したからだけではなく、部分的には偶然のためでもあった。スティットの最初期の録音は、スタンゲッツや、 ディジー・ガレスピーとの共演によって1945年に行われた。スティットはもっぱらバップ様式のバンドで演奏したとはいえ、すでにスイング様式のいくつかのバンドで経験を積んでいた。スティットは1940年代初頭にタイニー・ブラッド賞のビッグバンドの花形となり、1945年にはガレスピー楽団でチャーリー・パーカーの公認になっている。スティットは 1945年から1949年まで、ビリー・エクスタインのビッグバンドにおいて、将来のバップ様式の先駆者であるデクスター・ゴードニア、ジーン・アモンズと並んで、アルトサクソフォン奏者を受け持った。対談する頃には、テナーサクソフォンをより頻繁に演奏するようになる。その後は、アモンズや、バド・パウエルと共演した。1948年から1949年まで、 麻薬密売の罪で、歴史ントン監獄に収容されている。このことが原因で、1971年10月2日に、開催された第3回、ニューポートジャズフェスティバルイン、東京出演予定であったスティットを含む、リジーガレスピー、カイウィンディング、セロニアスモンク、アル・マッキーボン、アート、ブレイキーの6人、すなわち、ジャイアンツ・オブ・ジャズの一行は7月から来日していたが、 スキット一人だけが羽田空港まで降り立ちながらも入国管理局審査が降りず強制送還される結果となってしまった。結局、ニューポートイン東京でのジャイアンツ・オブ・ジャズはスキットを除いたクインテット編成で公演が取り行われた。スキットに日本入国が許可されるのは1978年9月25日のモンタレージャズ・フェスティバル・イン・ジャパンまで待たねばならなかった。 1978年のモンタレインジャパンで晴れて日本のステージを踏んだスティットはこれを大変に喜び日本のファンに対して事前に大サービスの計画をしていた。前年の1977年9月3日、大貞春はハンク・アーロンの記録を抜く756号ホームランを達成。モンタレインジャパン開催の約3週間前。 1978年8月30日に放たれた800号ホームランに日本の国民は湧き返っていた。武道館でのステージ上、スキットは自分のソロオーダーが回ってくると、王選手の一本足打法を模した姿でテナーサックスを吹いたのだ。リュウレームヒなアドリブフレーズとともに、このステージアクションに日本の聴衆が大歓声を上げるという光景は語り草となっている。 テナーサクソフォンを演奏するときは、スティットは、チャーリー・パーカーの真似をしているとの非難を免れたように、思われた。ただし、どうやら、上記のアモンズとの共演の場合には、大きめの楽器が役立ったというのがその要因だった、らしい。事実テナーサクソフォンでは、格段に際立った音色を繰り出すようになったのである。その他のバックミュージシャン、例えば、バド・パウエルや、スティットに比べて、 硬い音色のテナーサクスフォ奏者、エディ・ロック・ジョー・デイビスと共演し、1950年代になるとサイドマンとして、プレスティッチの他に、アーゴやバーブ、ルーストといったレーベルに多数の録音を行っている。1950年代後半には、アフロ・キューバン・ジャズを試みており、その成果は、ルーストレーベルやバーブレーベルへの録音、例えばサッド・ジョーンズやチック・コリアと組んだラテン版の、 彼の解釈に認めることができる。スキットは1960年に短期間、マイルス・デイビスの仲間になったが、デイビス・クインテットとの録音は1960年のツアーのライブ音源によってしか確かめられない。マンチェスターやパリでのコンサートは商業的に入手可能であり、ジョン・コルトレインとの初期のクインテットを含む多くのコンサートは、ライブ・アット・ストックホルム、リブット・ストックホルム、 ドラゴンとして、レコード化されている。これらすべてにおいて、ウィントン・ケリーや、ジミー・コブ、ポール・チェンバースが異彩を放っている。しかしながらマイルスは、主壁の悪さのために、スキットを解雇し、ハンク・モブレーを公認に据えた。友人で演奏家仲間のジーン・アモンズとは、たくさんの忘れがたい名録音を残したが、アモンズが、薬物不法所持で投獄されたために録音が中断を、見てもいる。 この二人のサクソフォン奏者が残したレコードは多くの人々からアモンズの最高の作品にしてスティットの最高の作品であるとみなされている。したがってアモンズとスティットの関係はジャズ界における最高のライバル同士の組み合わせの一つとして構成に受け継がれたのである同様の例にズート・シムズとアルコーンのまたジョニー・グリフィンとエディロック・ジョー・デイビスの関係が知られる。スティットは ソウルジャズのジャンルにも塗り出し、1964年に同じテナーサクス本奏者のブッカー・アービンと共演して、アルバム、ソウルピープル、ソウルピープルを録音した。1960年代には、元エリントン楽団員のポール・ゴンサルベストも録音している。その頃には、定期的にロンドンのロニー・スコッツ・ジャズ・クラブを訪れており、 1964年には、ロニー・スコットとライブ録音も行った。この音源は後に、ザ・ナイト・ハズは、サウザンド・アイズ、ザ・ナイト・ハス、エーサウザンド・アイズと題して、アルバムとして発表された。同番のもう一人の主役は、ギタリストのジム・ホールとピアニストのジョン・ルイスである。同じく1964年には、ビバップ様式のトロンボーン奏者、JJ ・ジョンソンとニューポート・ジャズ・フェスティバルで共演した。 1966年には、ジャマイカ人ギタリストのアーネスト・ラングリンや、イギリス人、テナー・サクソフォン奏者のディック・リッシーともライブ録音を行った。1960年代の後半には、主な指導者の一人であった、チャーリー・パーカーへの表敬の印として、アルバム、スティット・プレイズ・バード、スティット・プレイズ・バードも録音している。1970年代には、 録音量がやや低調になるが、1972年にもう一つの古典的アルバム、チューンアップ、チューンアップを制作する。今なお、同盤は、例えば、スコット・ヤノーのような多くのジャズ評論家によって決定的名盤として認められている。事実、燃え立つような、そしてほとばしるようなソロは、初期の演奏の名残を相当に感じさせる。スキットは、 バリトーンと呼ばれる電子サクソフォンを試みた最初のジャズミュージシャンである。1971年に録音され2000年に発表されたアルバム Just the Way It Was Just the Way It Was Live 80 The Left Bank においてその音色を確かめることができる。アートブレイキーやディジー・ガレスピー、セロニアスモンクラと共にマーキリーレコードのアルバムジャイアント・オブ・ジャズ、 ザ・ジャイアンツ・オブ・ジャズの録音に参加し、コブルストーンなどのレーベルへの録音にも加わった。最後の録音は日本で収録されている。晩年は首に悪性黒色詩を患っていた。日本で大物ジャズ面のコンサートといえば大都市でしか開催されないのが通例だが、地方の小さな町の人々にも本物のジャズを広める目的で、1982年7月12日からの 北海道をスタート地点とし、ソニー・スティット・カルテットの日本全国縦断ツアーが予定されていた。この最後の学旅は非常に危険な事実を承知の上、スティット自身の強い意志で観光された。看護婦の付き添いで車椅子に乗った来日の姿は関係者とファンの間で非常に危ぶまれたが、旭川で一曲のみ吹奏したのを最後についに演奏不能となり、それでも 札幌では包帯を巻いたまま舞台挨拶を行い、役もでは病床で録音した挨拶メッセージをホールで流すも、十九日に急遽帰国した。演奏不能となったツアーの後半は、ステージ中央に置かれた椅子に彼の愛機を飾った状態で伴奏だったジェームス・ウィリアムス、ピアノ、ナット・リーブス、ベース、ビニー・ジョンソン、ドラムスのトリオのみでコンサートが行われた。帰国の三日後、 7月22日にワシントン DC で死亡した際の新聞各紙不報では皮膚癌が,が死因と報道された。1982年に心臓発作により他界した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。